県議会では、各会派の代表が県の執行部に質問する代表質問が行われています。注目が集まるライドシェアでは、複数の会派から質問が相次いでいます。県議会では、今月二十四日、黒岩知事が補正予算案を含めた三十五の議案を提案し。今年の第三回定例会の後半が始まりました。県としても。 物価高の影響を大きく受ける県民生活や事業活動を守るため必要な支援策について検討を進めてまいります二日目の代表質問となった今日までにライドシェアに関する質問が相次いで黒岩知事に投げかけられましたライドシェアは一般のドライバーが自家用車を使って有償で客を運ぶサービスのことです 県では、観光地や夜間のタクシー不足に課題を感じ、これを解消する方法の一つとして、ライドシェアの導入を検討しています。神奈川版ライドシェアを運用した場合、想定されなかったような課題が発生することも考えられることから、まずは実証実験を速やかに行い、課題の抽出をしていくべきです。そもそもライドシェアが議論されることになった 現現在ののの問問問題題題ににに立立ちちばば状解決のために様々な方法があるはずです運転手にとっての生産性の向上なども、県として研究対象にしてもいいのではないでしょうか神奈川版ライドシェアの実証実験においては、その安全性、効果や再生性など、実施内容についてしっかりと検証していくことが非常に重要です。 今日までに質問した各会派から明確な反対意見は出ませんでしたが担い手不足など地域交通の課題を解決する手段としてライドシェアを考えることなどを求める意見や質問が出ました立憲民主党神奈川クラブの会派が行った質問に対し黒岩知事は次のように答えました神奈川版ライドシェアでは教育や講習の受講 タクシー会社による管理などによって、安全性や信頼性を確保した一般ドライバーが運転手となることで、運転手不足に対応していきたいと考えています。今後、実施に向けては、さらなる検証が必要となるため、実証実験が行われるよう、関係者との協議も進めながら、さらに国への要望なども行っていきます。代表質問では、このほかにも、若年層のがん対策や、 虐待を受けた子どもへの支援などについても、県の姿勢が尋ねられました。明日は公明党、日本維新の会、自民党の議員が質問に立ちます。